まもなく残りが2周というところで5番の石橋が前に上がりました。石橋が前を抑えます。先頭誘導員かわした5番の石橋、ペースを落とします。4番の木村がじわっと前に上がって、4番手外、さらに車を上げていきます。4番の木村が前に出て、5番の石橋はどうするか。ここは車を下げて中段キープを狙いました。さあ4番の木村が自分のペースに持ち込めるか。2番手は3番の山崎、3番手には7番のかなり、4番手9番の佐藤まで出切って、5番手には5番の石橋です。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ4番の木村が飛ばしていきます。2番手は3番の山崎、3番手には7番かなり、4番手9番佐藤、5番手5番の石橋は出ていけないか。8番手からまくっていく8番高橋バックストレッチ。さあ4番の木村がいいペースで逃げていく。2番手3番の山崎後ろの様子を見ている。3番手外まで8番高橋が上がってくるが、満を持して3番山崎が前に踏む。4コーナー加直線、山崎先頭、外から7番かなり、7番かなりだ、ゴールイン。